はい、今回は7月29日に発売されましたこちらのミニプラ列車合体ビルド大王全4種類をご紹介したいと思います。値段は1つ税抜きで300円。今回のラインナップは特急6号の列車で、1番から3番までがビルド列車、そして4番がドリル列車となっています。ビルド大王は3種類に分かれているんですけれども、1番はショベルがついていて、2番は頭、そしてクレーンがついてますね。だからこの辺は人気が出そうですね。まあ3番はこれといって特別なギミックがあるわけではなさそうで、ちょっと怪しいかな。 SG 版、ガシャポン版とドリル列車出てませんので、これも意外と人気が出るかもしれませんね。こちらはパッケージの上面、特急6号が乗ってるのは1番と2番だけですね。側面は今回のラインナップ、パッケージの裏面はビルド大王への変形合体、ドリル列車の列車武装、そしてさらにこれまで発売されたミニプラを合体させて超特急大王を完成することができます。それではまずはビルド列車の A、 お、結構なボリュームですね。中にはオレンジのランナーとグレーのランナーが1枚ずつ、シールが1枚と超特急大王への変形合体説明書、あとはラムネ、ビルド列車 A の組み立て方です。それでは作っていきます。はい、ビルド列車 A が完成しました。のんびり作っても大体10分ぐらいですね。このビルド列車 A はこのショベル部分が、はい、このように稼働しますね。なのでこれ単体でも意外と遊べそうですね。シールは後でまとめて貼りたいと思います。はい、ではビルド列車の B 開けたいと思います。お、 A よりも重い。はい、中にはオレンジとグレーのランナーが1枚ずつと、ラムネと変形合体の説明書と、こちらのシールが1枚入っていました。それでは作っていきます。はい、ビルド列車 B が完成しました。やっぱり B はボリュームがすごいですね。この2つは一応こんな感じでここまで作ることができます。上の方にはちっちゃなクレーンがついていて、ここをひねればビルド大王の顔が登場します。これはもう360度回転するんで、これも意外と遊べますね。足の付け根を変形させれば、なんとなくのビルド大王にもすることができます。では続いて3番のビルド列車の C 開けたいと思います。 C はおそらく AB よりもボリュームは少ないはずですね。 A のショベルがないバージョンみたいな感じですよね。はい、中にはグレーのランナーとオレンジのランナーが1枚ずつ、こちらのシールが1枚と、ラムネと変形合体の説明書、ビルド列車 C の組み立て方です。それでは作っていきます。はい、ビルド列車 C も完成しました。 A との違いは、先頭のショベルがなくなって両方の先端に連結器がついたことですね。ちなみにこの連結器は収納することができます。はい、では4つ目、最後ドリル列車です。なんと今回のドリル列車は、走らせるとドリルが自動的に回転するギミックが搭載されているみたいです。これは楽しみですね。まあただシールド列車と同じようにかなりボリュームは少ないですね。ドリル列車はブルーのランナーが1枚とゴールドのランナーが1枚、ちゃんと2色成形になっているのが嬉しいですね。そしてこちらのシールが1枚とラムネと変形合体の説明書、以上です。ドリル列車の組み立て方です。では作っていきたいと思います。おー、想像以上に回ってますね。これすげー楽しい。はい、ということでドリル列車も完成しました。やっとこれで全部ですね。はい、ではこのビルド列車の3種類 A、B、C を合体させていきます。まずは
A、 続いて C。 はい、おー、すごい、一気に大きくなりました。かっこいい。さすが3箱分ですね。かなりのボリュームがあります。まだシールを貼っていない状態ですけれども、細かいモールドもしっかりと再現されています。こちらが裏側。このドリル列車もかなり造形は細かくなっています。バンダイの刻印は反対側、ここですね。ビルド列車側の刻印はここですね。こことここ、まあそこまで目立たないですね。これはいいと思います。それではこの大量のシールを一気に貼っちゃいたいと思います。多分30分ぐらいかかるかな。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。